品川女子学院中等部、高等部は、東京都品川区北品川三丁目にある、私立女子中学校、高等学校、完全中高一貫校。1925年、衆議院議員、全国町村長会会長を務めた漆、生涯品川町長の娘、漆正子により創立。1991年、公明を品川女子学院に変更。 中高一貫教育を開始する。戦前から続く女子学校ではあるが、世の中に貢献できる女性を育てるという理想のもと、近年廃校の危機が取り沙汰されるほどの状態から、偏差値、進学率を高めた学校として、学校再生の観点でも注目されている。ミッション、私たちは世界を心に、能動的に人生を作る日本女性の教養を高め、才能を伸ばし、 夢を育てますを打ち立て、このミッションから生まれた卒業後の人生を見据え、社会で働き続けるための力を身につけることを意図した教育方針である28プロジェクトを行っている。また、ミッション達成のためには生徒を育てる時間が3年間では不十分として、高校での募集を取りやめている。完全中高一貫コーナーを学業優先を条件として、 芸能活動も許可している。品川女子学院の教育方針。上記の通り、同行のミッションから生まれたものである。大学進学をする18歳の時ではなく、28歳の時に、社会で生き生きと活躍できる女性を育てることを目指し、未来から逆算してその土台づくりをしていくことを目的としている。28歳を目安としているが、これは、 女性が28歳の頃が仕事、結婚、出産といった自身の将来を考える上でのターニングポイントとなるという考え方による。カリキュラムでは英語への統一導入や実社会を経験させることにより職業観や学校授業と将来の仕事に結びつける授業を行っている。ライフデザイン教育の一環として企業とのコラボレーションによる授業を行っている。 ミンミンダハのグミ、モモコイチャ、シナオンナキティなど実際に商品が開発された例もある。水泳部がインターハイで総合優勝を達成している。ダンス部全国大会出場。ありがとうございます。